ないと思ったの？まさかいつもクールなメイがストレートに私を褒めるなんて、これがギャップ萌えってやつ？ずるいわ。みたいにはなくて構わないわよ。他人とのつながりがない英傑なんていないでしょ。メイもすぐに分かると思うわ。さて、次はどの時期の私を見たいのかしら。思い出してみるわね。第4次崩壊はまあまあ順調だったわ。ケビンは初めて勝利の果実を味わえたし、正体にも新しい仲間が加わった。その後にあったのは旧毒用の危機かしら。でもその話のメインはサクラとビルビーで、私たちは脇役なのよね。その後も同じよ。あの時期ヒオウガはほぼ毎日様々な問題のために奔走してた。でも決定的な事件の話となると、おそらく第6次崩壊があった頃でしょうね。メイもとっくに耳にしてると思うんだけど。そう、メイには想像できないかもしれないけど、当時律者になったのに再び人間に戻れたという例は知ってる限り一度もなかったわ。あの時は信じることを選んだけれど、現実は私たちにその重さを味わわせた。あの時からすでに何かが決まってたのかもしれないわね。まるで誰かが種をまいたみたいに、たとえ何をしなくてもそれはゆっくりと根を張り芽を出して。エリシアお姉ちゃん。違うわ。私のことはエリシアちゃんと呼んで。どうして？だってグレイシュが私をそんな風に呼んだらきっとみんな驚いちゃうでしょ。なんでそう呼ぶんだろう。自分たちには見えない何かがグレイシュには見えるんじゃないかってみんなそう考えてしまうでしょうね。その時きっとみんな面白い顔をするはずよ。じゃあ、わかった。エリシアちゃん。それと、メビウスおばあちゃんと呼ぶようにね。おばあちゃん。メビウスおばさんは怒らないの？あら、グレイシュはまだわかってないのね。おばあちゃんより、おばさんの方がずっと傷つくのよ。でも大丈夫。いつかわかる日が来るわ。その時また呼び方を変えても間に合うからね。うん、わかった。なんだか、メビウスおばさんは大変だね。朝から晩まで忙しくて、ご飯を食べる時間もないみたい。緊急プロジェクトがあるみたいで、休めないのよね。グレッシュはどうして知ってるの？お父さんのところに行きたいから、お母さんが実験室を辞めることになったの。それでメビウスおばさんに新しい助手二人が仕事の引き継ぎの話をしてる時に聞いてたの。なんか改造手術の話もしてたみたい。ふーん。あら、
カが戻ってきたわよ。ケビンおじさんは聞こえなかったみたいだね。それに顔色が悪かった。ええ、だって第七律者に勝利したばかりだし、彼もまだ混乱してるんでしょうね。メイが彼にカウンセリングを勧めてたから、多分そこから戻ってきたんじゃないかしら。ちょっと話してくるわね。グレイシュはしばらくここで一人でいてもいい？わかった、ヘリシアちゃん。いい子ね。ディストピアはすぐに戻ってくるって言ってたから、ここで彼女のことを待ってて。わあ、寒いわね。クールなイケメンに路線変更したの？道理で私のことも相手にしてくれなくなったのね。私、ケビンに嫌われちゃったと思って悲しかったのよ。すまない。聞いたわよ、融合戦士計画。ひどいわよね、私に黙ってるなんて。そんないいことを共有しないなんてね。私をこっそりと超えるために、費用がの争いってやつ。ケビン、今のあなたはとてもずるいわ。慰めてくれてありがたいが、今は一人でいたいんだ。ん？すまない。すまないを二回も口にしてる。その言葉はケビンらしくないわ。メイにも同じことを言われた。でも目を閉じると姫子が見える。彼女は笑って僕に手を差し伸べてくるんだ。まるでパーティーの日に戻ったみたいで。想像できるだろうか。僕が剣を振り下ろす直前、彼女はそんな表情をしたんだ。第六律者と同じ表情を。すまない、こんな話をするべきではなかった。いいのよ、結構嬉しいから。だってケビンの夢に私もいるってことでしょ。でも確かに一人にした方が良さそうね。私ちょっと失礼するわね。エリシア、僕はあの夢が怖い。でも夢から覚めるのがもっと怖いんだ。気にしないでケビン、あなたはただいい医者に出会ってないだけよ。グレッシュ、グレッシュ。あら、誰もいないわね。ディストピアが連れて行ったのかしら。じゃあ先に謝ってきたのはあなたなんだから。私は悪くないからね、ケビン。あら、こんなことであなたが私のところに来るだなんて。
考えもしなかったわ。ひどいわね、メビウス。私はケビンに遅れを取りたくないし、あなたに対してもそうだって知ってるくせに。まあ前者はもう叶わないけれど、後者は何としても頑張ってみないとでしょ。いいでしょう、割り込みさせてあげる。喜んで、この手であなたの死に方を選んであげるわ。それはダメよ、メビウス。あなたをがっかりさせるかもしれないけど、ここに来る前から用意しておいたの。私の融合因子なんだもの。唯一無二じゃないといけない。そうでしょ？そうね。そういう思い出もあったわね。どうしようもなく何もできないという時期が。あの頃の彼はかなり精神的に病んでいたの。仲間から逃げようと思ったこともあったみたい。でもそれは彼ではなくカウンセラーの問題だと思うの。私のところに来ればよかったのに。そうしたら一人目の融合戦士は彼じゃなくなっていたかもしれないでしょ。長編因子の副作用を楽しみにしてたからでしょうね。結果的に彼女はがっかり、というか、羨ましかったはずよ。メビウスにも乙女心があるから。交換してあげてもいいって言ったのにね。本当はね、人と崩壊獣の境界を曖昧にするやり方は、あまり気に入っていないの。火を追うがも、いろいろと試したのよ。例えば人工生命とか超大型ロボットとか、誰の案かはメイもなんとなくわかるでしょ。それが成功してたら物語は完全に違う方向に進んでいたかもしれないわね。だってケビンがあまりにもうまくいったんだもの。人々は彼から希望を見出した。それは勝利よりもずっと貴重だってメイも知ってるでしょ。勝利を手にする方法はたくさんあるけど、希望に関しては人々はそんなに選択肢を持ってないわ。でもこれが重い話だと思ったら大間違いよ。あの頃融合戦士の選抜基準の設定はメビウスの実験室が担当してて、すごく厳しかったの。犠牲は避けられないけど、成功率には保証があったわ。比較的にね。しばらくして、費用がには8人の融合戦士がいた。そしてこれこそ、私がメイに見せたかったものなの。記録は写真だったのね。これは少し後のこと。みんなでケビンの誕生日会を開催したのよ。もう当時の私ったら本当に綺麗よね。もちろんいつものことだけど。その言い方結構失礼よ。でも言いたいことはわかるわ。だってメイのそばにいるケビンはただの男の子なんだもの。彼女にもっと近づきたいのに凍傷にさせてしまったらどうしようって心配して、それでも彼女の気持ちに嬉しくなる。それがあなたの知ってるケビンでもあるのよ。メイも同じね。ケビンと私の前にいる時だけ普通の女の子になるの。ほら、さくらも嬉しそうにしてるでしょ。こういう表情の方が彼女に似合うってずっと思ってたのよね。
アポニアとメビウスは出席しなかったけど、面白いプレゼントを用意してたわ。コンが清掃する姿も、その時に初めて見たの。みんなしばらく、それをネタにして彼をからかってたわ。ディストピアは、念動力でケーキを切り分けるパフォーマンスを見せてくれた。ミスしたふりして、わざとコズマのケーキを小さくしてね。コズマってば、すごく落ち込んじゃったから、何も言い出せなくて。そうしたら、みんなが彼にケーキを少しずつ分けてあげたの。ええ、本当にいろいろあったわ。当時にも、こういう楽しい思い出があったの。ええ、多分、淡い感傷に浸ることになるかもしれないわね。だけどそれは苦痛じゃなくて、一種の喜びだと思うの。手にした幸せに喜びを覚えて、未来で起きる奇跡に期待するの。だって、物事には二面性があるんだもの。そうでしょ？あんなことがあった後でも、ケビンは思い出せるのよ。一人でどう笑うべきかを。だけど、あの時に写真を残さなかったら、メイがこの景色を目にすることもなかったかもしれないでしょ？着飾った桜とメイの姿も、まだ角が生えてないコズマの姿も、それからディストピアやコンのことも。でも今は見えるだけじゃなくて覚えることもできる。喜ばしい事実でしょ？少なくとも私は嬉しいわ。うんうん。メイなら分かってくれると思ってたわ。でも、結果も大事だけどね。確かに、あらゆることが決まったこの古の楽園の中でも、人々は結果を重視してる。例えば、戦後に彼の故郷の話をしてはいけない。メビウスからもらったものを食べてはいけない。大変なことになるという結果があるから。それと、エリシアの要求を断ってはいけない。サクラに。うん？わらわがどうしたんじゃ？え？サクラ？困ったわ。ごまかせなくなったわね。ちょうどメイに話してるところだったのよ。あの日のサクラはすごく綺麗だったって。この写真は。ああ、あの時のことか。懐かしいの。いや、そういうわけではないぞ。ちょうど二人を見かけたから少し気になっただけじゃ。一体二人で何を？ふふん、聞いて驚かないでね。二人はこのトコシエの楽園有力情報ビッグデータ処理センター可視化端末を体験してて。この妖精の魔法タイプライターは過去にあったあらゆることを印刷できるの。知らないことなんてないのよ。あれらの記録は誰かが書いたわけではないのか？え？あなた、妖精の魔法を甘く見すぎてるわね。この端末の原型はヒヨオーガのコントロールセンターのデータ記録装置なの。管理者の私でも読み込む権限しかないのよ。すごそうじゃな。それで、ビルビーの居場所を教えてくれぬか？彼女を探しておるのじゃ。あ、それは。強盗か。道理でこの辺りで彼女の気配を感じなかったんじゃな。かたじけない。わらわはこれで失礼する。言ってる
クラって本当にすごいわよね。いつも何の音もなくいきなり後ろに現れるんだから。なんだか今のさくらの反応ちょっと変わってたような気がするわ。少し気になるけど、気のせいだといいわね。私たちは記憶体だけど、さくらの時間はみんなよりも少し前で止まってるから、多少なりとも気にするんでしょうね。もし彼女があの件の真相に気づいたら、どれだけ驚いてどれほど悲しむのかしら。でもだからこそ、みんなには幸せな結末を手にしてほしいって、私はそう願ってる。少なくともこの古の楽園の中では。こういった場面がどんどん増えておる。じゃが、こういう欠けている状況もここまでじゃ。ビルビーはもうそれを元に戻しておるだろう。工房をもう一つ作ってみせるとは。しかしこの規模は必要ないように思うが。おや、驚いてるみたいだね。落成までまだまだ遠いけど。確かに汝があれらの基地を作った時、その進捗はこの工房よりもずっと驚くほどじゃった。そしてもっと厳密じゃった。十分な権限がなければ。だから何事にも二面性があるんだよ。しかし君は恐ろしいね、さくら。なんというのかな、仲間の労働の成果を見た時に真っ先に考えることがどう対応するかだなんてね。これは何時いいな、彼女から得た教訓じゃ。専門家、彼女のことだね。昔のように彼女に整備してほしい武装でもあるの？それならタイミングが悪かったね。彼女は眠りについたばかりだから。わらわが何のために来たか汝は知っているはずじゃ。おや、分かった、分かったよ。君の興味をかきたてるようなものはなかったのかな。いいよ、持ち主に返す時が来た。
私は武器に関する思考を一度も担当していないんだけど、だからかな。それが修復された姿を見て、私も多少なりとも驚きを感じたんだよ。第三の神の鍵、専門家の初期の作品だからデザインは保守的なんだけどね。そのランダムなご機嫌システムは確かに奇想天外と言えるけど、残念ながらもう楽園の中では形を変えなくなった。だからこそ修復する価値があるのじゃ。おや、そうなの？君が戦闘中に7つの形態を自由に切り替える姿の方が驚きという言葉に合ってると思うけどね。でも余計なお世話だけど、さくら、それを使って何をしようとしてるの？それはもともとわらわの武器じゃ。余計な目的など不要じゃろ。うん。でもこの刀、君は特殊な任務をこなす時にのみ使用するって聞いたんだけど、例えば裏切り者の始末とか、もしくは。それも必要な任務じゃ。必要か。いいんだ、私も聞いてみただけだから。君から借りたそれを実験に使って事故を引き起こしたのも一応私の問題だし。でもちゃんと返すよ。君も知ってると思うけど、私にとって多くの場合、驚きは責任よりもずっと重要だから。さあ受け取って。いや、ビルビー、まだ本当の意味で完成しておらぬ。おや？一時的な代用品だったんだね。おお、なるほど。君は、そうだね。こうすることで、やっと本当の意味で修復完了と言える。君があの戒律も共に戻したいと考えるとは、本当に想像もしなかったよ。例の剣を知っているじゃろ。君がそれを使った時の記憶を中に封じて、鞘から抜かれる際にその一部を放ち、刀を振るう君に倍のプレッシャーを感じさせる。仲間を守るためにアポニアも結構苦心したんだね。では君が、そして私自身も、これから願いが叶うことを祈ろう。知っておるか、ビルビー、わらわは最近ずっと疑問に思っていることがある。おや？わらわの夢の中で泣いている少女は一体何者じゃ？その憎しみはどこから来ているのじゃろうか？今ならようやく知ることができる。